なんだかなぁ、なんだかなぁ、今日は16年も経過して生き残っていたレクサス IS を買ってがっかりしていることを中心に話していきます。特に今なら軽自動車でも当たり前についている装備がないとか、こんな不具合にはちょっと参ってしまいそう、みたいなことを伝えることは少ないだろうけど、これから国内版の初代レクサス IS を買おうみたいな人がいるかもしれないので、公開しておきたいと思いました。第1の不満点、ミラーはドアロック連動オートクローズではありませぬー。これにはちょっと驚きましたー。この機能を設定しない特別な理由でもあったのでしょうかー。当時まだ一般的ではないレーダークルーズが設定されているのに、なぜないのか。あ、もしかしてここら辺が外車っぽいところなのかな？マニュアルを確認したり、トヨタ車一般の設定方法を試してみたりしましたがダメです。古い。今時、手動だなんて、新しいレクサスにすればいいじゃんか。でもこれが好きなんだからいいんだよ。我慢するよ。笑い。いや、ほんとは買えないだけ笑い笑い。トヨタ D に改造を相談することもありですが、レクサス D はめっちゃ高そうなので、やめときます。笑い。第2の不満点、16年前の車だから、大きな文句は言えませんし、前のオーナーさんがお年寄りだったみたいで、あんまり乗っていなかったのか。一応、屋根付き、ガレージに保管らしかったんですが、どうも車体の左側、特に助手席側の内装のプラスチック部分が、おそらくですが、静止状態で紫外線をたくさん浴び続けたみたいな形跡があります。それでプラスチック部分が劣化して縮んだみたいで、パーツとパーツの間に細かい隙間がありました。それで助手席側から走行中、段差、声なんかで低級な異音がカチャカチャと聞こえてくるんですよね。これがなかなか何をやっても治らない。今度、主治医に相談してみようと思います。第3の不満点、トランクスルー機能がないこと。これは、ロードバイクのような前輪、外しやすい、軽量な自転車を運ぶ上で必要になるんですが、リアシートが倒れないので、後部座席に乗せるしかありません。しかし車内に汚れとか傷が入る恐れもあり、何かと面倒になるんだよね。輪行バッグに入れるとか、車の場合、まずする気にならないもんね。よほどのことがない限り、またあえて言うと、前回のエアコン排水の車内侵入による車内水浸しがあった件、もう修理も終わって、大丈夫なんでいいんですけど、よりによって、そんな故障がいくら古いとはいえ、こんな高級車に起こるとは、なかなか受け入れがたい話でした。これで余計な出費が増えた上、ダッシュボードに傷が入ってしまったことが、お気に入り度を少しだけ下げてしまいました。まあ、点数化するならマイナス3から4点くらいですが、第1の不満がマイナス3点、第2の不満はマイナス3点、第3の不満点はマイナス4点、よって、トータルではマイナス13点くらい、その他は大した不満はありません。でも走り、ハンドリング、室内の快適性、スタイルなどなど満足しているポイントは数多く、60万円という低価格の中古車なんで、これ以上、ケチをつけることはしたくはないです。当面は可愛がって、不満点を少し図付けしていきたいと思う次第です。最後までご視聴ありがとうございました。